プロジェクト世界ガラスでフューチャロンズこんにちは。 ER ファンクラブじゃなくて卓球クラブの咲夜です。嘘です。さあ今回は新曲来たんでね、皆さんと一緒に、初見プレイ動画見ていきたいと思います。いやついに来ましたね、 ER ファンクラブ。いやこの曲ねいいよね。感想薄っぺら。とりあえず ER ファンクラブはいいんですけど、ちょっとね名前がちょっと気になってて、ER ファンクラブってどういうことなんだろうね。多分ね意味調べたらね普通に出てくると思うんですけど、俺がねちょっとここでタイトルを考察したいと思います。これなんでひらがなで書いてるかっていうと、多分可愛くするためなんですよね。で ER ファンクラブ、 ER って多分英語に直すと E と R なんですよ普通に。でクラブだから、ファンのクラブだから、 ER が何かってことなんだよね。E は多分枝豆で枝豆で、 R がレッド、枝豆レッドパン、まあ、はよせーってね言わんばかりにめちゃめちゃ俺の茶番がね入ってきて申し訳ないですね、ごめんなさい。本日はですねちゃんといい感じにねできたんで、皆さんと一緒に初見プレイ動画、さっき撮ったやつ見ていきたいと思います。レッツゴー。さあ来ました、 ER ファンクラブということで、今回 MV ありでね見ていきたいと思います。あ待って、ミキと P さんなんだ。あ知らなかったな、作詞作曲はミキと P さんだった。来ました。いやこれいいよね、背景テクチャンカンチャンコンチャンコンって俺がね擬音で表したらねダサくなるの一気に。 ER ファンクラブが台無しになるから喋らないでおくわ。あ歌わないでおくわ。あでも歌っちゃいそうになるな、めちゃめちゃノリノリだからなこの曲。でさこの曲に関しては MV がさ結構そのあ M ちゃんいいな。あちょっと待って、なんか普通に聞き入ったいんだけど声を。いやリンちゃんも歌ってくれるのなんか新鮮だよね。いいよ、テケ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 テ。あー待って、 M ちゃんがめちゃめちゃ合うねこの曲、思った以上に。ほらああいい、待って何も喋ることがない俺やばいしばらく実況やってないから何も言えないっていう、聞き入っちゃいそう。お母さん、あ、M ちゃんのさ、お母さんが聞け、あ、待って、今のとこ好き、今のうまうまみたいなところめっちゃ好きですね。いくよ、まあそろそろね、サビ来ると思うんで、ここ結構苦手でしたね。はい、じゃいじゃん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 。歌詞覚えてないのに歌うなっていうね。いや、いい、めちゃめちゃいい。あ、ステージがしっかりしてるね。最初背景がさ、結構ステージじゃなかったんだけど、いいね、いつも通りって感じの。でもラーメンっぽいよね、後ろが。やっぱチャイナ風の題材だから。こっからね俺聞いたことなかったんですよね実は、 ER ファンクラブ。ここちょっとねいやらしいよね。じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃ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 、あねねちゃんうま。あここさちょっとね鳥肌立ってんの、タイタイテレレってなんかでメロディー変わってんの、びっくりした俺正直やってて初めて聞いたからさ。ここでいいよ、いやテンション上がるね、なんかいや可愛いリンちゃんのピョンピョン跳ねてるのがウサギっぽかったね。ウサギのようにいつも可愛いんだけど、ガチで、あ、すごいすごい、待って、これいいな、いろんなキャラで踊らしたいわ、これ。え、待って、すごい。言えるかな、デレ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 、ジャンジョーンって、ジョーン。あ、ボアイニー？俺も混ざりたい、この中に。真ん中でいいから、真ん中でいいから、一回つけ、キャラつけしました。とりあえず、だいぶクリアの B ランクでした。ですね、パーフェクトが何ぼだった？フルコンボ達成しましたね。パーフェクトが、せ、え、待って、パーフェクト1000なんだけど。え、やばく、あ、ちょっと待って。待って。パーフェクト1000は、狙いました。この数になるように、ちゃんとね、しっかり俺の頭の中で調整して、1000狙いましたんで。いや、すごいでしょ、マジで。こんな直帰で出せる人なかなかいないと思うんだよね。あ、なんか、すいません。